民主的平和論とは、民主国家は、他の民主国家とみなす相手に対しては、戦争を避ける傾向がある、という国際関係論上の主張。イマヌエル・カントなどにより論じられた。この主張は国家による暴力を抑制する動機として、参戦論と対比させて、平和理論とも呼ばれる。また、複数の理論家は、民主国家相互の平和論や、民主国家間の不信略の仮説とも呼んでおり、 民主国家自体が特に平和主義なのではないが、民主国家間では平和を持続させることが容易である、と説明している。イマヌエル・カントの肖像が民主的平和論の概念の基本原則は、初期には哲学者のイマヌエル・カントや政治哲学者のトマス・ペインらの著作によって論じられたが、その理論が厳密あるいは科学的に研究されたのは1960年代以降である。 カントは1795年の著作、永遠。彼の理論では、自衛を除けば、人々の多数派は参戦には投票しない。さらに、仮に、全国家が共和制となれば、侵略はなくなるであろうから、戦争はなくなる。またトマス・ペインは、カントよりも早く、共和制の平和的な特質について、同様にあるいはさらに強く主張した。百七十六年の著作。 コモンセンスでは、ヨーロッパの共和国はすべて、そしておそらく常に平和であると記した。彼は、君主は状況によっては名誉のために戦争を行うが、共和国は異なると論じた。民主国家は、男女普通選挙制、複数政党制、報道の自由などを基準にして決定する。ただし、マイケル・ドイルは、200年間全く民主国家同士が、 戦争をしなかったということを証明するために、時代によって民主国家の基準を変動させており、恣意的だという批判を受けている。また近代における植民地政策のように、民主制国家が自国より圧倒的に国力の劣るアジアアフリカ諸国に侵略を仕掛けてよりあくまで民主的平和論とは、欧米中心的な見方である。ブルース・ラセットは、パクス・デモクラティアの中で敵対段階に、 以下のような基準と定義を設けている。ラセットは民主国家間では戦争以下の敵対行動も少ないことを指摘している。民主国家はコミュニケーション技術を発達させることにより国家間の軍事的緊張感、冷戦性を真滅することができる。それは相互威嚇によって軍事的緊張感を極限まで高めて戦争を強制的に防止する核抑止論とは 本質的に異なっている。民主的平和論は、相互に高度な民主体制を構築できれば、軍事バランス論や勢力均衡論とも無関係に、安全保障が成立するため、政治学における現実主義に対する批判材料の一つとなっている。そのため、ヨーロッパのように大半の国が民主国家となった地域では、大規模な軍縮や防衛費の削減が可能となる。マイケル・ドイル。 エス、パイアニリングワーク、カント、リベラルレガシス、アンドホーリンアフェアーズ、フィロソフィーアンドパブリックアフェアーズ205、207、208、イニシャリーアプライドディスインターナショナルリレーションズ、パラダイムツーフォアットヒーコールドリベラルステイツウィッチ、あレアイデンティファイドアズエンティティズウィズ、サムフォームオブレプレゼンタティブデモクラシー、A マーケットエコノミーベースドンプライベートプロパティ、ライツ、 and constitutional protections, of civil and political rights.This theory has been alternately lahord to as the liberal peace theory for example.Clemens Jr., Walter C. Complexity Theory as a tool for understanding and coping with ethnic conflict. アンドデベロップメント・イシューズ・イン・ポスト・ソビエト・ユーラシア、インターナショナル・ジャーナル・オブ・ピース・スタディーズ、http://robertnielsen21.wordpress.com スラッシュ2012スラ、パクス・デモクラティア・ブルースラセット、ありがとうございます。